教習とは、講義には、正教会の教約者、すなわち、新品、及び、正教会の方針例において、新品を補助する者の,の総称であるが、教義には、方針例において、新品を補助する者の,のみを指す。現代の日本正教会では、後者の要例が多い、ロシア語からカタカナ転写された、クリルとの表記もある、初心品による、方針例の後継、白地に、 金色の刺繍を施された財布を着ている二人が、タスク祭。左手前に大きく写っている濃い緑色の財布を着用した人物と、イコノスタシスの向こう側のイタリ聖書の奥に小さく写っている人物が司祭。イタリ聖書の宝座手前で水色の財布を着用し、宝冠をかぶって宝磁に当たっているのが主教である。聖教会では祭日ごとに、財布の色を統一して、 用いるのが一般的であり、このように初心品が別々の色の財布を用いるケースはそれほど多くはない。また、財布をこのように乾燥するのは、写真撮影などの特別な場合を除いて、講義等の場面に限られている。なおこの画像には、同務者は写っていない。教習には以下のものが含まれる。政務者、同務者の語は、 明治時代の聖教会の文献に載せられてはいるが、現代の日本聖教会においてはあまり日常的な用語ではない。現代の日本聖教会では、教義の語法として、同務者のみを指して、教衆と呼ぶケースが多い。聖教会で聖職者といった場合には、通常、新品のみを指し、同務者は含まない。機密及び方針令を執行する権能を、主教は持ち、 その堅牢の一部を、司祭は主教から授与され、タスクサイは、方針令を補佐する。同務者は、方針令を補助するが、補助の内容は、タスクサイに比べて限定されている。ありがとうございます。